イオンモール、宮古の城駅前は、宮崎県宮古の城市にある、イオンモール株式会社が運営する、ショッピングセンター。宮古の城ショッパーズプラザを建て替える形で建設され、2008年12月1日に、イオンモールミル、宮古の城駅前として、正式に開業し、2011年10月21日に、現名称に改称された。開業当初運行されていたお買い物バス店舗名の、 通り、都の上駅近隣の国道を269号沿いに立地する。イオン、都の上駅前店を各テナント200前後の専門店が入る。開業当時は、イオングループの施設としては初めてでなおかつ唯一、大英を各店舗とするショッピングセンターであった。丸亀製麺、ゴルフ後、ペットシティは、宮崎県発進室で、無印良品は、 宮崎県内の4モールでは初出店。宮古の城駅からイオンモールへは宮崎交通の路線バスが運行され、2008年の開業より2009年11月20日までは買い物客を対象としたお買い物バスが運行されていた。着工時点まではイオンモール宮古の城の仮称があり、2008年6月に正式名称が4モール見る宮古の城駅前と決定された。M は 宮崎の都の城、愛は自分、E は毎日、L は生活と変わるの意を持つ。また、イオンモールが新規に開業した商業施設で初めて、ダイヤモンドシティの九州合併で引き継いだ商業施設と同様に、施設名称に地名に加えて、愛称を採用した。その後、イオンモールの方針により、同社のショッピングセンター名を、イオンモール地域名に統一することとなり、 2011年10月21日、旧ダイヤモンドシティの店舗と共に現名賞に改称された。出店テナントの詳細は公式サイト、ショップリストを参照。1973年にオープンした大英、都の上店は、市の内外から多数の顧客を集め、都の上地域で最も繁栄する大型店となった。その最大の魅力は大規模な無料駐車場で、 道路を隔てた林地と、そこからスロープで結ばれた、店舗屋上に、計800台前後の駐車場が無料で提供された。また、店舗が2階建てである点も、市民から買いやすいと好評を呼び、特に1階奥の食料品売り場は、平日、休日を問わず、多数の主婦や家族連れで賑わった。大栄都の上店は、須藤製詩用地の南半分を購入して、建設されていた。 1989年に大英は須藤製市から残る北半分の用地を購入してショッピングセンターを拡張し将来は文化施設やホテルも建設するという構想を発表したしかしこの構想は実施されず購入された用地は駐車場として使用され駐車台数は2000台に拡大した都古城市ではその後も 各種郊外型店舗の進出が続き、その影響で、大英都の城店の売り上げは1991年をピークに減少へと向かった。この傾向を決定づけたのが2003年のイオン、都の城ショッピングセンター開業である。大英都の城店の売り上げはピーク時の3分の1以下に減少したが、当時経営再建中だった大英には対抗する、体力はなかった。 2005年に入ると、大英は産業再生機構の下で、マルベニらの支援を受けて、再生を図ることとなる。マルベニは、大英再建のために、イオンと業務提携を行うことを決め、2007年3月には、イオンがマルベニに次ぐ大英第二位の株主となることが発表された。その2ヶ月後に、大英都の上天の土地建物を、イオングループのイオンモールに売却し、 駐車場であった用地にイオンモールが新複合商業施設を建設し、大英が各店舗として入店するという計画が公表された。イオンモール、都の城駅前は、このような経過を経て開業したものである。2009年3月時点の店舗外古都の城、ショッパーズプラザに関するカテゴリー、イオン、都の城駅前店に関するカテゴリー、ありがとうございます。